皆さん、メリークリスマス。こんにちは、タカチャンネルのタカです。今回は SH フィギュアーツの仮面ライダーニューオメガを紹介したいと思います。どうぞ最後までお見逃しなく、よろしくお願いします。こちらがニューオメガですね。かっこいいですね。パッケージからしてかっこいい。もう CG で作られたねパッケージですけどもね、こちらかっこいいですよね。こちらシーズン2に登場するオメガのメカニカルな感じのオメガですね。はい、仮面ライダーアマゾンニューオメガ、バッチリ決まってますね。かっこいいっすね。はい、こちら、そして背面がこうなってます。こんな感じです。はい、株式会社バンダイコレクターズ事業部が展開する商品ブランド魂ネーションズが送る可動によるキャラクター表現の追求をテーマに、造形、可動、彩色とあらゆるフィギュアの技術を凝縮した手のひらサイズのスタンダードフィギュアシリーズです。 SH フィギュアーツですね。シンプルスタイル&ヒロイックアクション SH。から開けて横から出しましょうか。すごいっすね。おお、すごい、これはすごいぞ。うお、光沢感がすごい、光沢感が半端ないですね。初めてフィギュアーツを触りますけど、こんな感じなんですね、フィギュアーツって。アーティスティックですよね、すごく。造形がアーティスティックで。ほら、かっこいい。いいね、すごっ。これはいい。ちょっとポーズ取らせてみましょうか。はい、来ました。こちらポーズが決まりました。仮面ライダーニューオメガ、仮面ライダーアマゾンニューオメガですね。でもね、ここの足の部分のパーツがすぐ外れちゃうっていうのが難点ですね。はい、こういう形で手首のパーツがね、今回もついてきました。こういう形でアマゾンネオブレードをの腕パーツがついてます。アンプルがついてきました。アンプルね、後ろのね、背びれの方を見てほしいんですけど、後ろの背びれもね、ここ気をつけないと折れちゃう可能性ありますよね。軟質素材かな、これは。仮面ライダーアマゾンズシーズン2なんですけど、すごくね、グロテスクで、ほんとお子様には絶対見せらんないようなシーンばっかりなんで、怖かったですね、本当に。シーズン1は見たいけど、シーズン2はもう見返したくないような気がしますね、僕の中で。あんまり個人的には。でもね、仮面ライダーアマゾンズ映画化決まりました。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしい、最高ですよ。楽しみにしてますよ。来年の3月ですね、映画が公開されますね。こちらの仮面ライダーニューオメガも登場するんでしょうか。アマゾンニューオメガ、はい、登場するんでしょうかね。楽しみですよね。どんな活躍するのか、どんなライダーが、新しいライダーが出るのかとかね、すごく楽しみですね。はい、もうこんな感じで飾っておきたいですよね、ずっと。本当にかっこいいもん、本当に。アマゾンネオブレードを持たせてちょっとね、変身させてみましょう。いきます、せーの。はい、こちら今度は、ポーズを決めてみました。アマゾンネオブレードをつけてみました。いやー、いいですね、このね、やっぱり構え方がすごいですよね。まあなんかね、やっぱりシーズン1、とシーズン2を比較するとですね、やっぱりはるかが結構キャラクターが変わったなっていう。7年経ってますからね、その設定上ね。
シーズン1からシーズン2の間に7年間経ってるんで、はるかの心境の変化というか、なんか性格がちょっと変わっちゃってたのがちょっとね、ショックでしたね。でもやっぱりね、基本的なシーンはやっぱりね、人を襲うアマゾンはやっぱり倒すっていう信念で戦ってるんで、そういう意味ではやっぱりね、はるかはね、やっぱりはるかのこの水沢はるか、結構個人的にやっぱりね、本当成長してるんだなっていう、成長してきたんだなっていう、7年間の間ね、やっぱりいろんな経験をしてね、アマゾンを倒すっていう、倒すだけじゃなくてね、考えながら倒すっていうね、仮面ライダー龍騎に近いような感じですよね。やっぱりなんか人を助けるためにライダーになったみたいな、人を助けたいっていう気持ちもやっぱりあるから、やっぱこれが主人公だと僕の中で思ってます。そう、このオメガが主人公だと思ってます。アシンメトリーがすごいですよね。ここの造形がね、すごいな、グリグリ回るしね、今にも戦えても、このブレードでね、アマゾンたちをやっつけそうな感じですよね。いや、素晴らしい、最高ですね。このフィギュアーツってね、フィギュアーツ僕集めたくなりましたね。桜島1号も僕ね買ったんですよ、ショードバーサスね、あれもね、桜島1号と92号届きましたんでね、あれもレビューしたいと思うんでね、大人が見ても楽しめる仮面ライダーってね、このアマゾンがね、一番本当に、ね、今最新の中ではね、これが一番おすすめできますね。大人にぜひ見てもらいたい。シーズン1は見てもいいかもしれないけど、シーズン2は見ちゃいけないと思います、子供はね。だからそこのとこ注意してもらってね、はい、気をつけてもらって、はい、15歳以上ですね、対象年齢15歳以上は見てもいいかもしれないですけどね。はい、でもショックがね、結構あんまりグロいのとか好きじゃないよって人はね、グロテスクな表現好きじゃないよって人は見ない方がいいかもしれないです。シーズン2に関しては、シーズン1はまだ見てられますけどね。というわけで、今回は、仮面ライダーアマゾンニューオメガの SH フィギュアーツを紹介しました。いやー、素晴らしいね、今回素晴らしいフィギュアのアーツ、フィギュアーツ芸術作品ですね。本当にどっからどう見てもなんか本当に本物感が素晴らしい出来栄えですね。本物らしさがすごい前面に出てて、リアリティがすごいですね。本当劇中からそのまま出てきたんじゃないかっていうぐらいのレベルですね。次回もまた見てくださいね。グッバイ。